大阪府立岸和田高等学校は、大阪府岸和田市岩城町にある、公立高等学校。全日成分理学館を設置する。高所大阪府で6番目の中学校、大阪府第六尋常中学校として、1897年に旧岸和田城内に創立された。高地は、岸和田城2の車の東側一帯を中心に一部、3の車の南東部にも及んでおり、 内堀を挟んで本丸にそびえる天守を校内から望むことができる。略称は岸田か。岸和田高等学校の特徴的な蔵書として、落合文庫という江戸後期から明治初期にかけての貴重な和漢書1582点がある。これは旧正中学時の第五代校長を務めた落合田もが中心となって収集したもので、解体新書や 学問の進めの初版などを含んでおり、2007年に岸和田市の有形文化財に指定されている。2006年度入学生からコース制が導入され、1年次の特進ゼミを終えた後、2年次・3年次、などは国際的人材育成コース、理数専門コースの特別クラスが設置される。2011年からは進学指導特色校に指定され、分離学科が設置された。 また、2011年度から SSH にも指定された。屋上天体ドームと岸和田上天主単に、勉強だけでなく、行事やクラブ活動にも、積極的に参加し、豊かな人間性を持った、爽やかで骨太の人材育成を目標とする授業、だけでなく、学校全体が様々な学びを提供できる、学びの時空間となることを目標とする、教職員一人一人が、 人を育てる人となり、人を育てる人を育てるよう切磋琢磨することを理想とする1891年の中学校令一部改正により、従来各府県に1校ずつと決められていた中学校の設置について、府県内に複数の中学校を開設することが可能になった。これを受けて、大阪府では、軍部に2校目の中学校を増設する計画を立てる。 大阪深の旧大名家で最大の国高を有していた岡部家の城下であった岸和田も誘致に名乗りを上げた。しかし、この時の設置地は堺及び矢を茨城の3カ所と決まり、岸和田への誘致は実現しなかった。その後も岸和田では中学校誘致運動が続けられる。1896年8月には千木軍。 仙南五51河村の村長の連署で、尋常中学校設置願いが大阪府に出され、岸和田での中学校設置が求められた。そして1896年12月の大阪府会で仙南郡岸和田村に第六尋常中学校を設置する議案が可決される。学校敷地は現在地でもある岸和田村の旧岸和田城郭内が選定された。 1897年3月17日の大阪府国示第124号で大阪府第6人上中学校の設置が告示された。同年4月より開校準備事務を開始し、5月上旬に入学試験を実施する。1897年5月17日、岸和田村の千南軍クラブを仮校舎とし、授業が開始された。開校当初は校舎建築工事が まだ開始されておらず、仮校舎での開校となった。大阪府は校舎建築工事を後回しにしていたが、折しも1898年11月に陸軍大演習が戦南軍で行われることになり、明治天皇が地域に行行することになった。そのため、明治天皇の休憩所としての使用を考慮し、校舎建設工事が急がれることになる。 開校翌年の1898年5月には、岸和田城2の車の南東部、過労中家屋敷の跡地に校舎が完成し、現在地での教育活動が開始されている。1901年3月の中学校令、施行規則を受け、大阪府内の旧正中学校で、これに伴い、1901年4月に、大阪府岸和田中学校と改称している。 しかしその直後に出された文部省令第11号では、中学校、高等女学校の名称について、県立、軍立などの形で設置者の名称を冠することとし、またその規則に沿っていない学校名については速やかに変更するよう指示した。このため、大阪府内の中学校、高等女学校では、解消から2ヶ月後の1901年6月に、全校一斉に、 大阪府中学校、高等女学校から大阪府立中学校、高等女学校への再解消を実施することになった。このため登校でも大阪府立岸和田中学校へと解消している。1934年9月21日の室戸台風では木造校舎一棟が倒壊した。倒壊した校舎の下敷きとなり、生徒3人が死亡し21人が重軽傷を負った。 災害後はラックの仮校舎を建てて復旧した後、1935年により、鉄筋コンクリート校舎建築に着手した。鉄筋コンクリート校舎は1938年に完成し、白色の建物だったため関係者からは、当時、白亜の伝道と形容された。なお、室戸台風からの災害復旧の際、岸和田市は、岸和田市南上町に2万坪の敷地を、 提供するから移転の上で復旧、改築してはどうか。従来の学校敷地は市民公園や小学校に当てたいという構想を学校側に持ちかけたが、具体化はしなかった。1944年には太平洋戦争の選挙区悪化のため勤労動員も実施され、3年生以上の生徒が先週地域の工場に動員されている。また1から2年生生徒についても、 校庭や郊外農園などの開墾に借り出された。また鉄筋コンクリート校舎は白色は目立つため空襲時の攻撃目標になるとしてコールタールによる迷彩柄の塗装が施された。校舎の迷彩柄は学校予算の関係で終戦直後に分けせず1952年になって白色に復旧した。学生改革により1947年に 平設中学校を過渡的に設置し、旧正中学校2.3年を新正中学校へと移行した。続いて1948年には新正高等学校、大阪府立岸和田高等学校へと改編した。学生改革の際、近隣校との生徒交流で男女共学にすることが指示されていた。仙南地域では岸和田中学校1校に対し、 高等女学校などが5校あり、6校での生徒交流の形が取られることになった。このため、岸和田市立高等女学校、海塚市立高等女学校、仙南郡女子農芸学校の3校の生徒を、大阪府立岸和田高等女学校、大阪府立佐野高等女学校の2校へ、編入させる形で廃校とした上で、新生高校を大阪府立泉高等学校、 大阪府立佐野高等学校及び大阪府立岸和田高等学校の3校に整理して男女生徒の交流を行った。また教職員についても3校間で交流を行っている。岸和田高等学校では泉佐野の両校から女子生徒を迎え、また両校へ男子生徒を送り出している。岸和田高等学校では交流対象者は主に生徒の住所によって決められた。 泉高校遺跡者は主に、貝塚市北在住者から、また、佐野高校遺跡者は主に、泉佐野市、熊取村井南在住者から選ばれた。大阪府内の他校と比較すると円滑に、生徒交流作業が進み、1948年4月19日に、新生大阪府立岸和田高等学校が発足した。学校名称については、 同名の旧世騎士和田高等女学校が、岸和田の名称を使わないことを決めたため、旧世騎士和田中学校の名称をそのまま引き継いだ。ありがとうございます。